澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。澤部さん、今から扱う長文の全体像でございます。段落は4つございましてですね、設問が5つで、内容1問題、下線部説明、そしてさらには主題判定ということですので、頑張りましょう。澤部さん、第一段落ですね。一読をしていただいてですね。そして、問いの11番ですね。皆さん見えてるかと思います。皆さん、選択肢 A、B、C、D、4つの中から、適切なものをですね、一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。澤部さん、下線部11番ですけども、皆さん見ての通りですね。私は素晴らしいスピーカー、話者にはなりたいとは思わないんですよね。で、まあもちろんそれが、なんでなのかということですが、皆さんその次の文章ですね。What I really want ということで、私が本当に欲しいものですね。というのは、is to have good ideas ということで、素晴らしい考えを持つことで、それが皆さん、bigger part、まあ大部分を占めておりますということです。で、それはじゃあ何のっていうと、of being がグッドライターということですね。素晴らしい作家として、大部分を占めておりますと。このあたりが皆さんヒントになってきているかと思います。で、皆さん選択肢 A であれば、文末ですかね、preparing their talk 書いてるか。選択肢 B、 そうですね、文末です。full attention to the audience どうですかね、書いてますかね。選択肢の C、アドリビング。皆さん、アドリビングよくわかんなかったとしたら、まあ、保留でいいかと思うんですけども、アドリブのことですよね。書いてますかっていうと、書いていなさそうですよね。となってくると、ですから皆さん、正解は D ということでよろしいかと思います。having good ideas ですね、素晴らしい考えを持つこととは関係性がないというお話、いけると思います。もちろん、改めて考えてみますと、素晴らしい考え方を持つことですよね。その考えを持つことっていうのが、作家として非常に大部分を占めているということです。ですから、言い方を変えると、スピーカーですかね。まあ、スピーカーになりたくないわけですが、スピーカーとは全く、このグッドアイディアズが関係がないということと言い換え可能かと思います。ですから、それが選択肢の D につながっていきますよね。で、皆さん、場所を確定したいんですが、皆さん、このあたりであれば、B 動詞の右側がヒントになってますよね。で、このあたりもそうでいいと思います。皆さん、that、B 動詞の右側をヒントにしたはずですね。で、正解となった選択肢の D も、これですね。否定語から右側が確定できる根拠となっておりますので、情報構造バッチリです。澤部さん、続いて第2段落でございます。澤部さん、続いて第3段落でございます。この後、設問に行きますね。澤部さん、続いて問いの12番でございます。皆さん、設問の指示と選択肢ですね、お読みいただいて。で、皆さん、段落、この前半でですね、いけるかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントですが、皆さん、このザットテンプテーションですよね。皆さん、ザットがございますので、普通直前、その手前だろうというところでよろしいかと思います。で、皆さん、もちろん選択肢眺めながら決めるという感じになるかと思いますが、おそらく確定できる根拠は、この下線部引っ張ったところ、お話の練習をするということですね。お話の練習ができるということは、一体どういうことなのか考えていただけるといけると思います。で、皆さん、選択肢の B ですね、ジョークの話があるか、C だったらリライティングですね、あるか、 D だったらストレスフルなフィーリングありますかっていうと、ないですよね。
ですから皆さん正解は A ということでよろしいかと思います。The desire to revise the script ですよね。皆さんスクリプト、その文章、台本をリバイズ、修正ということでよろしいかと思います。もちろんそのトークの練習ですね、プラクティス、準備期間ということでよろしいかと思いますが、練習ができるということは、ちょっとダメだなと思ったら、すぐ修正することができるということでもあるわけですから、選択私の A が正解ということでよろしいかと思います。あとは皆さん、確定できた場所と言われたら皆さんこれでいいかと思いますが、ちょっと左側遡っていただきますと、これですよね。スペンド一般動詞の右側ですよね。確定できる場所、情報構造バッチリです。さあ、続いて問いの13番でございます。皆さん、この段落後半にあるこれでございますが、この前後を読んでいただけると解けるかと思いますので、もう一回一読よろしくお願いいたします。皆さん、ヒントですが、下線部の例えば左側であれば、things crossed out and written ですよね。で、皆さん、cross out という表現ですね。ちょっと皆さん、このあたりわかんないかもしれませんが、仮にわかんなかったとしても、written ですかね。もう一回まあ書き直すというところからいけるでしょうし、もしくはその右側に、I haven't had any time at all to practice a new bits ということで、新しいものを練習する時間が全く取れないということから判断していただいてもよろしいですね。で、皆さんもしくはですね、このあんっていう表現がですね、皆さんこれ第一段落のこの一番初っ端にあるんですね。ですから皆さんこの前後を読んでいただいて、比較検討していただいてもよろしいかと思います。で、皆さんヒントですが、これの右側ですよね。皆さん、ポーズ、まあ、小休止、一旦止まるという話ですかね。それと皆さん、つながる選択肢、見つかるかと思います。さあ、皆さん、正解は C、スタンブル、つまずくということでよろしいかと思います。皆さんヒントとした、これですよね。ポーズは一旦小休止、途中で中断するわけですから、こう前に進まない話ですね。で、もちろんつまずいてしまっては前に進めないわけですから、言ってること同じということでよろしいかと思います。で、選択肢の A、ダムは口が聞けないということでございますが、皆さんこのあたり見ていただけると口聞いてますよね。で、じゃあ喋ってるかっていうと、まあ喋ってはいるんでしょうけども、一旦小休止の話でございますので、少しずれてしまいますね。で、4はあくびをするということですから、全く言及なしということでよろしいかと思います。で、皆さんヒントはと言われたら、これ have to ですよね。まあ助動詞と考えていただいていいかと思いますが、助動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。すみません、最終段落でございます。一読をしていただけますかね。で、ちなみにこの下のあたりは出典でございますからね。お願いします。すみません、続いて問いの14番でございます。説明の指示と選択肢1をお読みいただいて。で、この下線部のですね、前後でいけるかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんヒントですが、下線部のその次の文章ですね、線引っ張ってみました。このあたりと言い換え可能なものが見つかるんではないでしょうかね。皆さん書かれていなさそうなところを×してみましたが、皆さんどうですか？で、皆さん正解は C ということでよろしいかと思います。皆さん聴衆の知性ですね。それがドロップ下がるということでよろしいかと思いますが、聴衆の話ございますし、皆さんアンダースタンディング理解ですよね。これは皆さんレースで否定されておりますので、マイナスの側面がこのドロップ下がるというところにつながってくるかと思います。バッチリですね。で、ヒントはどこですかと言われたら、もちろん、B 動詞の右側と考えていただいてもよろしいでしょうし、レス否定ですよね。否定語から右側、情報構造バッチリです。
すみません、ラストの問題でございます。皆さん、メイントピックと書いてますからね、主題でございます。ですから、皆さん、第一段落読みいただけると、ここで答えが絞れるかと思いますので、よろしくお願いいたします。で、皆さん、ヒントになりそうなところ、ちょっと皆さん、波線引っ張ってみました。I don't wish I were a better speaker ということで、より良いスピーカーになりたいとは思わないんですね。で、皆さん一方、ベターライターになりたいんですよね。ですから、これで皆さんいけるかと思います。皆さん書いていなさそうなところにちょっと×をつけてみたんですが、皆さんどうでしょうか。もちろん正解はデーということでよろしいかと思います。皆さん素晴らしいライターと素晴らしいスピーカーとの間のジレンマですよね。ですから皆さん根拠は先ほど確認したところでよろしいかと思います。で皆さん場所はどうですかと言われたらこれですよね。ドンと否定語から右側。もしくは、ウィッシュ一般動詞の右側と考えていただいてもいいし、文末。つまり情報構造ということでもバッチリです。サムさんお疲れ様でございました。ただ外国語学部などの長文ですね、レベル感は皆さん、人によってまあ感じ方さまざまかなという感じはするんですが、皆さん今ご紹介したまあレベルであればですね、まあ、上智の中であれば、全然さばけるレベルかなという感じがいたします。で、まあ、だからこそですね、ご存知の方いらっしゃるかと思いますが、問題数がですね、非常に多いと、大量ということで問題ないかと思います。ですから、標準だからこそですね、まあ、これぐらいさばいてよ、という問題数を皆さんにこう投げてくるわけですよね。で、じゃあ皆さん、これをなんとかこう、パシパシ、打ち返すためにも、どうしたらいいんですかと言われたら、普段から、これですよね。皆さん、音読。やってますよね。音読が不可欠ということでよろしいかと思います。で、皆さん、音読を しっかり頑張っていただきますと、これも自然にですね、皆さん、読むスピードが速くなってきますので、まあ、もちろんこのヤナッシュスタディの中で、この音読の方法をご紹介はしておりますが、速読のためにもですね、ちょっと頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。